がっつり雨降ってるね。駅まで遠いんだけど傘ないしな。まあしょうがないですね。とりあえずご飯食べてきます。はい、今からここで朝食いただきます。オチオっていうレストラン。ここかな。ございます。こんな感じ。サラダとかも結構いいね。結構オーソドックスな感じ。パンの種類は多いですね。はい、一発目はこんな感じ。それではいただきます。オムレツ作ってもらいました。かかってるのはね、デミグラスソースです。締めはフルーツヨーグルト。いただきます。はい、朝食終了。ちょっと僕にはね、デミグラスソースが高級の味すぎて合わなかったな。まああと美味しかったけどね。ケチャップにするべきでした。あのオムレツにかかってるやつね。それでは部屋に戻って、もう雨が降ってるんで観光を諦めてゆっくりしたいと思います。こんな感じ。ここでね、iPad を使いながら動画の編集をしております。はい、それじゃあね、もう12時前、11時半ぐらいかな今、チェックアウトしたいと思います。もう忘れ物はほとんどないね。まあこのデスクで動画の編集頑張りましたが、 iPad 編集でね、YouTube にアップロードするときに15分っていう動画の長さの制限があるのを知らずにちょっと手間取って、今のところまだアップロードできておりません。編集は完成してますがね、まあ、どっか、まあ、早めに空港行ってアップロードするかなんかして、見たいと思います。それではチェックアウトします。はい、昨日はねこっちの方向に歩いていって、新大久保の方、大久保駅かな正確にはに向かったんですが、今日はね反対方向のこの橋を渡って、おお、聞いたことある大学があるな、武蔵野大学。この昨日反対側の橋はね夢の橋ってなってましたけど、こっち方向に歩いていくとね、空港に向かうリムジンバスが出てる駅があるので、今日はねこっちから、東京ビッグサイトの方に向かって今歩いてますが、そこの駅から羽田空港に向かいたいと思います。ちょうど今12時ぐらい。ちょっとねこっちで時間潰していくか、もう早めに行っちゃって、向こうのねラウンジでくつろぐかどちらかにしたいと思います。なかなか天気が良くはないけど、晴れてたら天気、じゃあ景色はいいんだろうね。こっちの方が海側になりますね。ちょうどここにね今映ってるのが僕が泊まったホテルで、その手前にあるねちょっと名前は忘れましたが、結婚式場があって、そこでね数年前にいとこが、結婚式を挙げたので、この辺はねその時にちょっとうろうろしてて、ある程度の土地感はあります。日曜日なんかすごいな、コスプレしてる人たちも結構いるね。あれボボボボボボボのやつすごいな。今日なんかこの辺でイベントあるのかな。てっきり男の子かと思ったら女の子でしたね。東京来てもなかなか
カメラ回して歩いてる人はいませんね。武蔵野大学って美術関係、コスプレしてるとこタッチ、結構みんな男の格好でも女の格好でも女の子ばっかりだね。何のイベントなんだろう。みんなこっちの方からわらわらと歩いてきますが、ここ何だったっけな、ここでなんかイベントあるのかな。ちょっと行ってみるかな。あ、なんかすごい照明の傘を持っている人もいますね。この人がこの建物に入っていくということは、ここで何かやってんだろうね。あそこで警官みたいな格好してる女の子もいるし、なんだろう、勝手に入っていったら怒られるかな。ちょっと突入してみます。撮影禁止になってんな、やめとくか。完全にここでイベントやってるねこれ。おじさんがいっぱい、コスプレイヤー撮ってます。何の建物なんだろうねこれ。裏回ってみようかな。こっから見ると特に何かやってる雰囲気もないけどな。何だろう。まあいいや、ちょっとスルーして、どうしようかな。昼もね、朝ちょっとバイキング形式だったので食べ過ぎた感があって、まだ全然お腹減ってないんだけど、どうしようかな。セブンイレブン、あ、ここなんか1階はいろんなお店入ってんだね。やってないけど、日曜日だからなのかな。昨日の駅の方だとなんかね、いろいろイベントやってたりしてるんで、お台場のね、フジテレビがある方、今僕が歩いてる反対方向だとがあるので、日曜日とかでもね結構イベントやってたりとかしてるんで、お店も開いてるんですけど、ここなんだろう、ここは入れるのかな。ちょっと行ってみます。 TFT っていう建物ね、イーストウィングなんで東と、ちょっと入ってみます。はい、 TFT ビル入ってきました。ここいいね、時間潰すのにね。もうホテルはチェックアウトしてしまったので、なんか座って作業するスペースもあるし、 MacBook じゃないけど iPad Pro で動画編集しながらどうやって見る。ここはツリーの、クリスマスとかだとツリーが置かれるのかな。あっちにフードコートがあって、こっちに行くとさっきのコスプレの人たちがいる建物になるんで、入ったら怒られるかな、お金かかるかな。歯医者も入ってんだ。なんか並んでるねやっぱり。ちょっと見てみる。あ、郵便局もある。すげえ並んでるなあれ。やっぱなんかのイベントなんだよねこれ。なんだろうなんだろう。あっち側にコスプレのレイヤーの人たちがいる。何これ、何のイベントだ。あ、コスプレ博。あ、まさにそういうイベントだったんだね。ということで僕はあまり興味がないので撤収。どうも今のスーツケース引っ張って歩いてたお姉さんは演者の方っぽいね。
それではさっき失敗した動画のアップロードをここで試してみたいと思います。歩き疲れたしね、ちょっと休憩。なんかさっきのツリーのとこから突然噴水がというか水が突然出てきましたね。夏場だと子供たちがあん中で遊びまくって大変なことになりそう。今さっきの TFT ビルの、イーストウィングの方でホテルでね、ちょっとできてなかった動画の、昨日撮った動画のねアップロードを今この iPad Pro を使ってやってるんですけど、こいつのね SIM がね au の SIM が入ってるんで、ここね au の Wi-Fi が使えて、その Wi-Fi につないでアップロードしたら、十分さっき今日泊まったホテルより快適な環境でアップロードすることができました。出張の時はねいつもこんな感じで iPad Pro で編集して動画をアップロードしてます。手軽に、こういう感じでやりたい方にはおすすめですね。 iPhone、まあ、GoPro でも何でもいいんですけど、とミニマムでやろうとすると iPhone と iPad を使ってやるのが一番簡単かな。そこそこの 4K 動画もできますし、サクサク編集することができるので、まあ、気をつけなきゃいけないのは、iMovie での編集は15分縛りがあるっていうところぐらいですかね。15分超えるものは1回写真アプリの方に書き出して、そこから再度、アップロードし直すという形を取らないとちょっといけないというネックがありますね。はい、あれから1時間経ちますが、まあ1時間もこんなところで何やってんだっていう話ですけど、まあ iPad Pro でいろいろ遊んでおりますが、どうやらこの噴水ね、ちょうど今1時1分なんで時報代わりの感じで1時間ずつやるのかな。近くで見るとすごいね、ていうかこれ下から上に上がってると思ったら上から下に降ってきてる水でした。はい、いろいろあってなんか食べようかなと思ってるんですけど、昨日ねバーガー系も食べたしラーメン系も食べて、カツもね鳥貴族でちょっと食べたんで、このねそば食おうと思ったんですけど、なんか空調更新工事付き工事につき休業中ってなってますね。何食べようか。はい、今日のランチはさっき入ったねこの TFT のイーストウィングの中にある中華料理屋さんの、なんて読むんだろうね、水龍かな、水龍さん、緑の龍の、メニューでジャージャー麺、久しぶりに、あんまり名古屋で近くの中華料理屋で見ないんだよね。ちょっとこれ甘い麺で、久しぶりに食べてみたいと思います。こうちょっとね混ぜてきゅうりと一緒に食べにくいな。うん、美味しいねやっぱり。はい、昼ご飯食べ終わったらもう2時回っちゃいましたね。それではですね、まあ、ここにいてももうしょうがないので、リムジンバスに乗って羽田空港に向かいたいと思います。はい、リムジンバス行く道中に東京ビッグサイトがあります。でかいね。昨日から Google マップ使っててGoogle マップダメすぎる。あのねリムジンバス向こうって説明したんだけど、今探しても全然ないんで、ここの職員の人に聞いたらね、この広場の下こっちがリムジンバスのバス停っていうことで、もうね騙されまくってる本当にね。昨日も帰りもね本当にちょっと
っとゆっくり歩いたら間に合わないんじゃないのっていうぐらいギリギリのルートを案内されて、なんとかね汗だくになって終電間に合ったんですけど、てかこれどっから降りるんだ、ちょっと降り口探します。はい、やっと羽田空港行きのリムジンバスの駅に到着しました。もうねやっぱり最終的に人ですね。ああ疲れた。今日も Google マップ先生のおかげで汗だくです。はい、羽田第二ターミナル到着です。中入ってきたいと思いますが、5時台のフライトでもう中に入れるのかな。今3時、あと2時間だからまあ行けないこともないか。それではね保安検査抜けて、その後にあるなんだっけラウンジ入ってみたいと思います。はい、とりあえずねリムジンバスから降りて入り口すぐのところを入って、左へ曲がってまっすぐ行くと一番ラウンジに近い保安検査場、あの一番奥の A ってのが見えるかな、あっちがねどうも近そうなのでそっちまで移動して保安検査を受けたいと思います。今ねこの保安検査場の B のとこまで来て、よく見たらね僕がね右上の方のね68番ゲートで、帰りの飛行機乗るんですけど、確かねその手前ぐらいにねラウンジがあったはずなので、戻ってね反対側の保安検査場から入って行くのが正解でした。やっぱりねこの辺ここまで来ても無駄足歩いてます。やっと D の保安検査場までやってきました。それでは保安検査受けてその後ラウンジ行きます。さて無事保安チェック通過しました。問題はラウンジがどこにあるのか。羽田空港のほらとかあんまり来たことないからね。前回はね来るだけ来て帰りは新幹線で帰ったんで、羽田空港にこれだけ長く滞在するのは今回が初めてなので、どこにあんのかなちょっと探してみます。これ調べてみたら羽田空港ってプライオリティパス使えないんだね。カードのだけで入れるみたいです。でねこの先が僕が乗るなんだっけ搭乗口なんですけど、その手前にねラウンジがありますのでここで入りたいと思います。お願いします。ポート搭乗券かお控えのご提示をお願いいたします。はい、はい、失礼いたします。こちら確認いたしました。はい、どうもごゆっくりお願いします。ありがとうございます。はい、無事入れましたね。搭乗券もいるんだね。うわ、混んでるな。どこがいいかな。こんな初めてだな。てか全然空いてねえ。ここがいいかな。それじゃあなんかドリンクもらってこようかな。あるのはコーヒーとジュース、牛乳、水、あおしぼりもらってこうかな。あとはスポーツドリンク、トマト、オレンジ、アップル、アイスコーヒー、アイスティー、これぐらいだね。はい、とりあえずオレンジジュース持ってきました。海外のね先日行ったタイの、空港みたいにあんな豪勢なのが珍しいんだね。食事とかまあまあなかったしね。だいぶ並んでたね。かれこれ2時間ぐらいいたかな。あと40分後に搭乗なのでそろそろゲートの方に移動したいと思います。奥のゲートが
何番ゲートなんだ、ちょっと出てないな。68番だったかな。68番ゲートだね。ちょっともうそちらに移動して、マイレージは、はい、カードのおすすめでしたね。もう結構この辺は穴ばっかりの登場なのかな。しかし小腹が空いてきたな。てっきり、あ、蕎麦屋があるけどどうしようかな。また機内食出るだろうけど少なそうだもんな。ちょっとだけ食べていこうかな。しかし今回の旅行の一番のミスはイヤホンを持ってくるということを忘れたってことですね。イヤホンを忘れちゃったので YouTube が全然見れない。今のもね、ほとんど音を出せないので Discord とかね、その辺見て時間潰してました。それでは寿司もあるね。すごいな、こんなところにお寿司屋さんが。まあ寿司まではいいかな。立ち食いのお店だね。そばのがいいか。昼そば食いそびれたしね。じゃあちょっとそば食べに行ってきます。ね、何しようかな。大判きつねそば一つ、はい、お待ちください。しました。失礼します。気をつけてお待ちください。はい、ありがとう。670円。スイカでお願いします。高いところでお待ちください。レシートありですか。あ、いらないです。ここのそばすごい。普通そばって温かいそばだとだいぶコシがなくなるんだけど、もうこのそばは冷たいそばと同じぐらいの歯ごたえとツルツル感があってすごくうまい。はい、68番ゲート到着しました。搭乗予定時刻が22分なのであと6分ぐらい、ここに並んでれば案内してくれると思います。ちなみに窓側の、まあ、行きもそうだったけど窓側のお客さんは早めに乗れるんだね。次は優先カードにて ANA ダイヤモンドプラチナスーパーフライヤーズスターアライアンスゴールドメンバー並びに本日プレミアムクラスご利用のお客様をご案内いたします。優先搭乗ご利用のお客様をご利用ください。ちょっと待ってね。ANA の呼び出しの先あります。 ANA 名古屋中部行き85ミリをご利用予定の中村様、はい、失礼いたしました。はい、ありがとうございます。いや、トラブったね。この下りきついな。昨日いっぱい歩いたからね、太ももに来てますね。 2A ということは前から2番目か。どうも、ご乗車ありがとうございます。 2A はここですね。あ、行きとちょっと雰囲気が違うな。
トマン最高、前の人もねこんなに倒してる。はい、富士山がはっきり見えてきたね。これね、これこれ富士山、綺麗だね富士山。あれ前回来た時はね見えもしなかったかな。ちゃんとね雪化粧もしてるしね、雲海もいい感じ。あとねこれ夕焼けがね綺麗に当たって素晴らしい。 GH5 持ってくればよかったな。こっちから撮った方が飛行機に乗ってる感あるね。エンジンと羽と富士山、いい絵でしょう。はい、これが帰りの機内食、乃木坂の新っていうお店のコラボなのかな。あと味噌汁とこいつは何だろう、開けてみてのお楽しみ。さあそれではパッと、和食だね、こんな感じ。赤かな、こんな感じで多分こっちはあれ、ご飯はご飯だけど何ご飯だろう。ちょっとメニュー見てみます。はい、メニューを見るとだし巻き卵、豚アボカドのポンジャン、アサリとクンネギのサッと煮、鶏丸、エリンギの佃煮、まあ、なんかいろいろあるけど、ご飯はね焼き鯖のトマトご飯、変わってんな。それでは食べてみます。このトマトご飯ね、思った以上にトマト感しなくて、あの上に乗ってるサバとか、あとこの長いの生姜ね、生姜が結構効いてて、あのもっと変なイタリアンっぽい味になるのかなと思ったら全然そんなことなくて、和食で美味しいです。はい、全部完食です。美味しかった、ごちそうさまです。なんかすごい綺麗に雲が分かれてる、なんかあるんだろう。こんな遅い時間に船がいっぱい出てるな、何の量だろう。海鮮トレーヤーに帰ってきました。お、真っ暗ですね。時間は18時47分、ちょっと遅れてるかな。あとはドライブしてバーヤに帰ります。はい、かなり名古屋の方に帰ってきました。風相当強いね。なんでこの辺から撮ってるかというと、セントレアからね海側をずっと走ってきて、今まだここでも強いんですけど、相当風が強くてね、運転してても風の音がかなり入り込んできたんで、アルファードでもだいぶやっぱり風切り音するな。ちょっとその対策今度しなきゃな。まあこっちの方がね光も多くて景色もいいんでっていうのもありまして、この辺から、まあ、録画はスタートすることにしました。今回の東京旅行かなり楽しかったね。ただ Google マップのおかげでものすごい体力使った。久しぶりにね、あの Apple Watch のリングが3つとも閉じましたね。あれはやばい、子供とかいたらね絶対間に合わないレベルのね、あのスケジュールで酔っ払って帰ってくると思って、本当偉い。ちょっとでも歩くの緩めようもんなら間に合わないね。もう結構急いで歩いたのに、到着したら電車来てたからね、ギリギリ乗れるぐらいの、まあ、そんな感じで美味しいものも食べれまして、楽しい会話もできてね、グルドンにいるディスコードの人たちと交流も図れまして、楽しい2日間でした。それではね、今日はこんなところで
終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。